おや、万国商会に助けを求めに来たのですか。もしや隠国監察にモラを。それならよかったです。来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね。最近商会で困ってることはないか。困ってること、至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていけました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい、高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。この勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴轟くこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。そんなひどいことが。そんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかも分かりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか。何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。わかった、オイラたちに任せろ。どちらを選ぶべきかしら。おや、見ない顔だが新入りか。言えよ、何しに来た。あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか。
企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのに、なぜ値段のことを？ほうほう、さてはわかったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。俺がいなかったら税金すら払えないっていうのに、値切るなんて何考えてんだ。帰ってきたのか。問題は解決したのかい？うん、それがちょっと困ったことに。あ、いいよ。できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない木でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔は万国商会の一員だったのか。じゃああいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍な奴もいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか。どうやら切り込む隙を見つけたようだね。何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。あ、何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか、それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気。故郷に、はあ、帰りたい。自由の都へ。効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろったってそうはいかないからな。え、今度は何だ。いいから目をつぶれって。波の音か。あ、リーウエコー。俺の目の前に波の音が、客引きの声が。
リーユエコーの姿が浮かんでくる。消灯だ、怪盗祭だ。消灯が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。これはもういい、もう思い出させるな。俺の心はもう万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも商会の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はあ、気晴らしに奴らと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして？あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか？だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時高値で売るよう俺は指示された。そんな、何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。ケイジローだ。行くぞ。よ、リャーカ、調子はどうだ？おかげさまで。よければ座っていって。ああ、あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。あいつ、どんどん離れてくぞ。ええ、まだ払ってないやつは。あいつ、どんどん離れてくぞ。追いかけよう。ああ、今なんか聞こえたような。静かに、見つかっちゃうぞ。俺の聞き間違いか。おっと、長いし。あいつ、どんどん離れてくぞ。
く追いかけよう。こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。これは帳簿？オイラはてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ。がっかり。えへ？見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。え、一緒に行かないのか？会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。ベルナーってひねくれた性格だな。もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則。払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。ああ、誰だお前。紹介の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ったらちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てだなんぞ脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか。あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見せました。いいだろう。お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは。法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。
ああ、何を騒いでいる。その、税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を仇で返されまして。何が世話だ。こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前。誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。おお、これは社奉行のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら社奉行の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていた。いただきたく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。陛下の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ。すべて忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼女が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい。いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴神島の社奉行上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。なんだって、本当の身分をオイラたちに隠してたのか。その社奉行も三奉行の一つなのか。ああ、社奉行の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里彩香の世話を任せられている。白鷺の姫君。さっきの二人の反応からして、稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ。礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻のために敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里彩人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で。
少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢は、その到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に、君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り、勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれれば、メガリレーは…予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。あー、そうだ、この招待状を君に。鳴神島に来たら、ここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ、健闘を祈るよ。トーマって実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。お、どうした？あ、そうだった。オイラ、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。まったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。